はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。かかとです、本日はですね、ちょっといつもとかあのやり方を変えまして、リアルな言葉に対してちょっとこう、ね、説明をしていこうかなと思います。だからよりですね、はい、実践の場面向きというか、実際にやってる人たちに向けてちょっとお話ができたかということで今回来ていただきました。ダンサーのザトウさんです。はい、ザトウです。よろしくお願いします。はい、ね、ということでザトウさんに関しては、はい、あのまあ、ちょっとパパパッとなんかね、指でね、こういうブワーみたいな、こう指でウェーブしたりとか、なんか TikTok とかで見たことある人とかね。あ、そうですね、今 TikTok なんで、こうなんかこうね、こっから手だけ使ったダンスの動画とかやって流れてますけど、うん、あれをこう中心にやってる活躍されてるダンサーとかで、結構ね、あのトーナメントでも結構上の方っていうね、バチバチ、ここら界隈ではかなりバチバチはしてるというダンサーの人ですね。まあ、詳しくはまあ概要欄にこう彼の動画とか、あと一瞬ここにこうちょっとパッとね、あの動画をお載せします。 あれここ、これですか、これ。ああね、そう、こんな感じ。へえ、こんな感じ。おもろい、これはおもろい。こんな感じやってますので、はい、彼がですね、今回ちょっと僕に質問があるということで来ていただきましてですね。ということで、早速一つ目の、はい、まあ、質問なんですけど、これは何でしょうかね。ですね、まあ、ダンスしてる時とかってやっぱこう集中力じゃないですけど、まあこうやっぱフリーだったりとか、いろんなところにちょっと意識が飛んじゃうじゃないですけど、なるほど、あるんで、それの集中力の身につけ方っていうんですかね、はいはいはい、そういうのちょっと知りたい。なるほど、はい、ちなみにですね、この場合ダンスって大体あの踊るシチュエーションって大きく分けて、僕がね勝手に思ってたけど、うん、2種類ある。ダンスバトルみたいなフリーでやるとコンテストみたいな感じで、はい、かっちり作品として作ってやる場合っていうのがあると思うんですけど、ザトウさんどっちかっていうと今の感覚でもどっち側でみたいな。まあ結構半々なんですけど、体感的には。じゃあ作品として作るにしても、バトルでこう戦うにしても、やっぱ気が散っちゃうことがある。そうなの、あのダンスバトルってあの即興でこう音が流れて、 それに音体を合わせていくんですけど、はい、なんでそれに対してまあ、集中だったり、注意向けちゃうので。あ、音に？はい。おー。で、その、あ、この音聞かないとってなったら、次逆に体がこう、動きが悪くなるというか、キレが悪くなっちゃうな、みたいなのが、結構続いてて、うん。昔はそうでもなかったんですけどね。うん、うん、はい。その、そういった時に、はい、絶対どこ、どういう、こう、集中力の保ち方ですか？そう、ね。何にこう、意識を向けなきゃいけない。知りたい。そうですね、やっぱもうなんか音を 聞かなきゃとか、なんかああ体じゃこう動かさなきゃとか、ああリズム取らなきゃみたいな感じで、やっぱこう真っ白になっちゃう。なるほど、あるんで、はい、まずですね、まあポイントとしては、はいはい、普段調子いい時の自分の感覚っていうのをまず知らなければいけない。これ一つ。そう、これを知らないから、本番の時にどうしてたっけで、うん、あ、リズム取んなきゃいけない、今みたいにリズム取んなきゃいけない、あ、この音知ってる、逆に知ってるからここに大きな音きますねとか、はい、そういうところに意識がいっちゃうわけですね。めちゃめちゃあります。だから普段置かなきゃいけないものがまず明確になってないから、はい、行っちゃうっていうことがまずあるんですね。そうですね、あの 帰るホームがないからさまよっちゃうんですよ。そうなんですよ。それをまず一個作ろう。駅です。自分のその最寄り駅をまず一個作っとこうっていうのをまず知っておかないとこれダメなんですけど、これを言ったんですね。はい。できればよ。できればノート、はい、練習ノートなどを書いて、あなたは持ってないと思うんですけど。時間です。でも俺の前に言った時は別にそれ書いてあるじゃん。そうですね。でもまあ、なんとなく頭に入れて。はい。で、そういうノートがあればノートで書くのが一番いいんですけど、まず、練習してるときに今日むちゃくちゃ良かった時あるでしょ。まあそうですね、あの俗に言うゾーンに入ってる、ね、なんかすげえ楽しくてできてた、あの座頭ゾーンが入ってました、ね、でまあその時の一応条件をやっぱいろいろ書いておく。ここに意識していってたなと。あで、それはしかもそれはね、なんかこう一つの難しい振りを練習してる時じゃなくて、うん、あのフリーで踊ってる時が多分あの試合に近い。うん、まあそうですね。ダンスバトルって。ダンスバトルで、即興でやる。ダンスバトルにこうかますためのなんか爆弾みたいな感じでこのネタを作ろうとしてる時は別に喉取ってもどうなってもその
この話に関してね、座談の集中、本番での集中に関してはいらないんだけど、本番に関して集中するっていうのであれば、その本番と同じような状態でフリーで踊ってる時に、むちゃくちゃ良かった時があったら、その時の感覚とか条件とかはやっぱりちゃんと書いておく。あ、フリーレンはやりますもんね。書いておく。とにかく書いておく。例えば、8時から5時まで仕事しました。あ、そういうのでも全然、8時から5時まで仕事した後に練習したりめっちゃ調子良かった、そういうのあるんですよ、実際。ありますよね。そういった条件だから再現できるかどうか別として、じゃあもう朝納豆ご飯食べた、そういいですよ、いいです、あの食べたものとか書いてる人実際いますからね、あのアスリート、一流のアスリートで、あの飯食った、飯その日食った飯全部書くのと、あと出したうんこのやつとか、調子とか書く人います、本当にこうすがすがしいみたいな、そうですね、あの出来とか柔らかさとか、あの本田ケースで書いてます実際、実際小6ぐらいずっと小 6? ベン確かにベンって頼りって書くじゃないですか、そういうのじゃない、そういうのじゃない、そういうのじゃない、言葉そういうの、体からも、まあ、確かにお便りとか、お便り、あ、今日のお便りこんなの、そうそう見てみて、そうあの一人を見せなくていい、自分だけでいいんですけど、そういうのを記録しておく、まあ、たまにプレー、あの練習の時にね、もちろんさっき言ったように朝の食べたものとか弁当とか、書くのもいいけど、あの練習した時 の, その自分の体の感覚、意識の向け方、そういったもの、どこに意識を向いてたかっていうのを書いてる、状態を書いてる、普通の話すると、やっぱあれですね、暑い寒いとか結構ありますよね、多分暑さ寒さ、まあ、うん、今日大体何度ぐらいとか、過ごしやすかったとか、今日めっちゃ寒かったみたいな、あ、練習の時、練習中、あ、そういうの書いてもいいんじゃない、別に、うん、明るさとか、まあ、ただ、ただですよ、条件を揃えるっていう意味では、ダンスバトルのその瞬間は多分室内、それほど暑さ寒さもない状態でやるはずだから、まあ練習で集中力でっていうんだったら、まあ同じような条件で練習した方が本当はいいんですよ。ああ、なんかよく言う受験生とかが、できるだけこう本番と近い環境で勉強するとか集中できるみたいな。もちろんもちろん。ドラゴン桜って言ってました。あ、そうです。だからその方がいいんですよ、それは。それはいいです。だから普段の練習で外でやったりするじゃないですか。うん。だからそういう時書いてもいいんだけど、まあできれば同じような条件で、例えば室内で練習する機会があったら、その時にフリー練習して、その時の状態を書く。もうできるだけ詳細に。詳細に書いた方がいい。うん、何が大事か正直わかりません。わかる、うん、最初は。だから書いてて書いてて書いてて、それを1ヶ月ぐらいちゃんと続けると、ちゃんとこう続けなきゃいけないんですよ。続けて、なんか調子いい時こうだなっていう共通点がやっぱ出てくるんですよ。うん、これに関してはもう個人的なもんだから、僕が教えてどうのこうのじゃないんですよ。かかとさんやったらこうやけど僕だったらこう。そうってこともあるので、そういうのちゃんと自分なりに書いて、貯めておいて、あ、ここに意識を向けてるとか、こういう感じの時がいいなっていうのが自分なりに見えてくるはずだから、それをまず、やってみてください。というのが一つ。この時に、まあ、ポイントになることを言うのであれば、はい、まあ、意識の保ち方っていうのがありまして、保ち方、まあ、これね、視線で言うと、まあ、例えばバドミントンだったらシャトルね、サッカーだったらサッカーボール、野球だったら野球のボールを見て、それに合わせて打たなんか反応しなきゃいけないっていうスポーツの場合、絶対その視覚って大事になる。うん、ダンサーの視覚って、まあ、観客を見てとか、またちょっと違うってなると思うんだけど、その視覚でいうと、周辺視と中心視っていう考え方なんですね。これ分かりますか？あ、僕もね、他のこの動画で話してるんだけど、周辺視と中心視をまた言うからなさいって感じなんだけど、まあ、概要欄に貼っときますのでね、貼っときますので、見てくださったんだけど、簡単に言うと、ぼやっと見てた方が体動くんですよ。ギュッてやっちゃうと、体動かなくなっちゃうんですよ。これ簡単に言うと。で、これをね、じゃあざっとのさっきの、話とね、合わせて考えてみると、これしなきゃいけない。うん、音合わせなきゃいけない。あ、ここにでっかい音来るぞ。これは多分意識的にこうギュッてなってるんですよ。なってる。なってるでしょ。なってる。ギュッてなると動かなくなるんですよ、しょうがない。動かなくなっちゃう。なっちゃうんですよね。体の構造と一緒になっちゃうんですよ。脳と、ギュッて見るときの脳を使う部分と、ぼやって見るときの脳を使う部分、実は違う。うん、ギュッて見るときの脳の部分でね、ここなんですよ。
前頭葉だからめっちゃ考えるの、はい、例えば勉強してる時とかもう動き止まるでしょ、はい、動き止まるんですよ、めちゃめちゃ止まる、だからグーって考えてる時動き止まっちゃうのギュッてなってる。あ、じゃあ僕ボードゲームやってる時めちゃめちゃ喋るんで、あまり何も考えてないんです。そういうことですね、もうめっちゃこうやって、そう、何も考えてない、そういう時は大体何も考えてちゃんとガチで考えてたら止まるんですよ、人間って動き。あ、だからダンスの時に考え込むのは全く無意味だ。そうですね、だからこうしなきゃいけない、ああれが来るな、それがやっぱ俗に言うフィーリングとか、もうそう感覚になってくると思う。だから意識がここに行っちゃってたなとか、うん、まあ逆、もうこれまた別の話なんだけど、意識はお客さんに行っちゃってたな、うん、お客さんなんかやっぱいい振り見せなきゃじゃない、うん、だからこれも結局、はい、その何か別の関係ないものに意識はギューってなっちゃってる状態だから動きも出ないし、うん、自分の本来の動きにはならないはずなんですね。あー、なんかだから逆にぼやっと見た方が体が動く、周辺してぼやっと見る、うん、じゃあそれをダンサーとして考えてするならば、なんとなく曲が気持ちよくてなんか入ってきてるなって雰囲気が多分一番動けるんじゃない。あー、そうですね、なんかもう本当に聴き慣れた曲じゃないですけど、聴き慣れた曲もそのザトウェイを聴き慣れた曲のせいでここに大きな音来るなとか、ここではめやすいとこあるな、うん、ではなくてでしょ。あ、うん、そうですね、なんか練習中に別に違和感というか変なストレスなくなく、なんとなくこう音入ってきてるなと、うん、はい、ありますね、ありますね、こうギュッてしちゃうと、まあ、でもこれはダンサーの場合は見るわけじゃない、うん、なんとなく音に意識がグーってこうなんか一点に行っちゃうと、あ、これしなきゃいけない、なんかこうこの振りしなきゃいけない、あれしようと思ってるなっていうのが出ちゃうと、多分体がどんどん動かなくなる、だからなんとなくぼやーっと意識をするっていうのが大事なんだけど、その場合、はい、今の話だと好きな曲を聴いてて、なおかつそのぼやってなって、とにかく感覚として言葉にするなら曲が入ってくるとか勝手に聞こえてくるとか、そうですね、感じだと思うんだけど、確かに、なんか、まあ、BGM っていうとあれだけど、あ、はい、なんかこうスーッと入ってきて別になんか違和感なく踊れるっていうのは練習中とかやっぱありますよね、はい、ただやっぱその本番で例えば全く同じ曲がかかったとしても、で全く同じにできるかって言われるとまたちょっと違うんです。無理ですよね、うん、ああ、どうすればいいんだーっつって、はい、で、うん、自然に入ってくると、あの音、ここで大きな音あるなって思わなくても勝手に動きません。まあそうですね、勝手に合う、あの座頭ゾーンみたいな、うん、ゾーン、まあ、いわゆるその座頭ゾーン、自分の中のいい気持ちいいプレイの感じに入ってれば、あのなんか結局あら、あのダンスの曲って、まあ、結局、まあ、フォーカウントとかエイカウントとかで、うん、まあ、結局分かるじゃないですか、はい、大きな音が来るとか、はい、分かりやすいストップモーションが来るから、結局それに合ってる状態でやると勝手に合うじゃない、合うで、なんか気持ちいいじゃないですか、そうっていうのに入るためにやっぱぼやっと聞いてる、入ってきてるっていう方がいいんだよね、正直やっぱそういう時の方が成績良かったりする、そうですね、だからまずその感覚をさっきも言ったようなノートにちゃんと記しておく、条件とか感覚とかちゃんと自分で言葉にできるといいね、あんまりこれ人によるんだけど、あんま言葉にしちゃうと良くないってこともあるから、考えすぎてもないこともあるかもしれないけど、感覚としてなんとなくこんな感じ、うん、今言ったみたいな曲が入ってくる感じとか、はい、好きな曲聴いたら楽しいな、嬉しいなとか、そういう感じ。やる前何分ぐらい運動したよとか。まあそういうのも見えると、これ条件ですね、はい。でもいいからそういうのもちゃんと記録しよう。で、そこでさらに今言った、本番で同じようなところに入れるかどうかわかりませんっていう話、うんうん。これに関しては、感情のコントロールだよ、感情のコントロール、はい、感情の、ちょっとこれ長くなる、次の動画にしますね、じゃあ一旦ここで直近の話、まあ、とにかくまずは、ね、まとめる今回の話まとめると、まず自分が調子いい時の感覚、どこに意識がなんとなくいってて、うん、でどういう風な、まあ、多分音、多くは音だと思う、そうですね、どういう感じの音が入ってくるかっていうのを特に注目して、記録をしておくといいと思います。であんま考えすぎたり言葉にするのは嫌だっていう人は、なんとなくこう自分の中で感覚で再現できるようなものだけちゃんと持って、うん、普段の練習からそうした方がいいでしょうですね、はい、なるほど、まずはこれをやってみてくださいですね、はい、ということで、じゃあちょっと次の動画に行くんですけども、今回は確認して、はい、じゃあ一旦第2回、はい、第2回、はい、お疲れ様でした。
Who's eating like a youth?